えと僕、その今日これからあの3回目のコロナワクチンを打つんですけど、2回ファイザーで打って、今回モデルナを打つんですけど、フランスがその3回目のワクチンあのまああの打った方がいいよって言ってる理由っていうのが、入院する人の7割ぐらいがワクチン打ってない人なんですよね。で、今、ベッドがもう50%ぐらい埋まってて、感染者数が1日5万人とかなんですよ。 でまあ、5万人とか感染していても、ワクチン打ってる人って別に重症化しないので、その重症化のベッドの方はそんなに埋まらないんですけど、ワクチン打ってない人がバンバン埋めてると。で、そのせいでその、もうそろそろ厳しくしなきゃいけないよねっていう状況になってきて、今まではワクチン打ってなかったとしても、あのえっと、ワクチンパスポートと呼ばれるやつが、ワクチンを2回打つか、もしくは PCR 検査を受けて72時間以内であれば、ワクチンパスポートの QR コードが出てくるんですよ。 なので、ワクチンパスポートのがの QR コードを出している人っていうのが、ワクチンを受けた人なのか、その PCR 検査で陰性だった人なのかっていうのは、実はわかんないんですよね。なので、そのワクチン打ってない派の人も、なんとなくその社会の中に居続けられたんですけど、もうそのワクチン打ってねえやつのせいで病院生まるのはマジうぜえってことになって、その これから病院とかレストランに入る場合は、もうワクチン接種しないと入れませんというのにしようっていうのをフランスの政府が言い出して、まあ年明けにその法案が通るんですけど、あ,あの法案が出て、それがまた議論されると思うんですけど、でそうすると、あの、ワクチン打ってない人って、救急車以外病院行けなくなるんですよ。 だから例えばその、持病があって薬を定期的にもらいに行かなければいけませんとか、そうなんか、ちょっとなんか頭痛いんだけどとか、歯が痛いんだけどっていう人は、病院入るの不可能になるんですよ。その、歯が痛くて気絶して救急車に乗ったら病院連れてってもらえるかもしれないですけど、歯が痛いんだけどぐらいだと、残念ながら病院に行くの不可能なんですよ。 で、じゃあ今までその職場とかでみんなでレストラン行こうぜとかっていうので普通に PCR 検査であの陰性だったらいけたんですけど、もうそのワクチン打ってない派の人はみんなでレストラン行こうぜっていう時に、俺ちょっとレストラン入れないんだよねみたいなことになるんですよ。で、その要はその前までであればその PCR 検査を受けて陰性だったら、そのまあワクチン受けてる顔してられたんですけど、あ、今24時間だなったんだっけ PCR 検査。なのでその残念ながらもうワクチンを受けてるふりっていうのができなくなるんですよね。 で、そうすると何が起こるかっていうと、今までの場合は、反ワクチン派の人っていうのは見えなかったんですよ。なんか、要はその、なんか、反ワクチンって口に出してると、さすがにこいつ反ワクチンだよ、わかるんですけど、その、なんとなく生活している反ワクチンっていう人が、職場とか学校とかでもう浮き彫りになっちゃうんですよね。例えばじゃあ、その学校とかで、まあ,あ、フランスだと5歳から、あの、そのコロナワクチン打ってるんですけど、じゃあ、友達同士でマクドナルド行こうぜっていう時に、一人だけマクドナルドに入れない子が出てくるわけですよ。 あの、親がワクチン打っちゃいけないって言ってるからワクチン打ちませんみたいなことかね。ってなると、あ、こう、そういうタイプの家庭に育ってらっしゃるのね、みたいなのが、もうクラス中に触れ回るわけですよ。っていうのがあって、その、反ワクチン派の人が、その社会の中ですごく生きづらい状況になっちゃうと思うんですよね。で、実は僕はそこまでやるのはやりすぎなんじゃないかなとは思ってるんですよ。あの、なんか、その、病気で打てない人は診断書とかがあるので、なんか一応大丈夫らしいんですけど、